大司祭までゴーマ病になるなんてね。限度を超えたということじゃな。今の悲鳴は。こいつを捕まえてるってことか。この結界前に。何はともあれ依頼は果たせたの。結果的にじゃが。そうね。報告に戻るわよ。大司祭に何を。それにこのゴマは一体。知らないし興味もない。ふざけるな。ふざけてるのはそっちよ。大魔師の力なしで私とやるつもり。なかなか盛りだくさんな一夜だったな。気を抜くな。まだ夜は終わっていないぞ。大魔師から精霊を奪うとはな。どうやったんだマギル。もともと美炎風はわしの精霊なのじゃ。それを裏切って家出しよってからに。マギル姉さんの精霊使いのバッドさんに耐えかねたんでふ。さすらっていたところをエレノア様に拾われたんでふ。エレノア様は優しかったんでふよ。そうかそうか。今の発言含めてどうお仕置きしてくれようかな。ビーン、またバットの日々が戻ってきてしまったでふ。あんた大魔師だったのね。違う、魔女じゃよ。こやつは魔法の種と仕掛け的なあれじゃ。だから精霊と契約できるのは大魔師だけでしょ。そんなのは大人が勝手に決めた儚いルールじゃよ。やめておけベルベット、問い詰めるだけ無駄だ。
無事依頼を果たしてくれたようね。相変わらず早耳ね。それだけが取り柄なのよ。自分の耳は遠くなったけど。結界を通る鍵の情報は？わかったわ。アルトリウスがいる神殿を守る結界内には高位の対魔師しか入れない。そして高位の条件は A ランクの精霊を4体以上連れていること。つまり4体の強力な精霊がいれば俺たちも結界を抜けられるってことか。だが聖霊に従わない精霊は滅多にいない。考えたな。こう見えても僕は A ランクなのでふよ。アイゼンにライフィセット、ビエンフ、あと一体精霊がいるな。タイマ氏から奪うしかないわね。わしも行くのか？めんどいんじゃが。来なくていい。けど、ビエンフは置いて行ってもらうわよ。礼儀がなってないの。そこは、ご同行ください、マギル様。じゃろ。頼んだら来てくれるって言うの？同志を襲う場に。頼まれ方次第ではの。同志とゴーマの決闘なぞ、めったにない見せ物じゃし。マギル姉さんは、こういう人なのでふ。僕、みんなに、一緒に来てほしい。です。お願いします。ライフセット。そこまで頼まれては仕方ない。もうしばらく付き合うとするかな。もちろん俺もだ。神殿にはメルキオールがいる。目的は同じだ。用は済んだ。これは返すわ。持っておいきなさい。それがあれば私たちの身内として援助が受けられるわ。救世主を殺そうっていうやつを援助？後悔するわよ。ずいぶんお行儀がいいのね。お嬢さん、私たちはそういう断りの外に生きているんじゃなくて。警告はしたから。待て、ベルベット。おや、まあ無理もない。長い夜だったからな。援助頼める？ええ、もちろんよ。起きたわね。ごめんなさい。別にいいわ。眠くなるのもお腹が空くのも自然なことよ。食べたりしないって。昨日の怪我は痛いのも自然なことだと思う。平気よ、こんなの。強いんだね、ベルベットは。強くなきゃいけないのよ、仇を討つためには。仇。出発するわよ。六郎たちは広場で待ってるはずよ。
晴れやか爽やかな朝じゃわ。裏切り者にみっちりお仕置きしてやったでな。ビュー、みっちりすぎでふよ。鍵を殺さないでよ。そっちも棒を食べてないじゃろうな。大事な鍵じゃぞ。分かってるわ。じゃが相手は同志と聖主。同志はともかく、聖主とは世界を作った神様じゃぞ。戦って勝てると思うのかい？聖主なんて偽物に決まってる。アルトリウスは民衆を操るために神話を利用したのよ。本当に神様ならゴーマ病くらいどうにかできるはずでしょう。カノヌシは存在しないって言うのか？うん、カノヌシと呼ばれている何かはいる。特殊な術で精霊を降臨させたやつ。言い切るな。3年前にこの目で見た。ほほん、神様じゃないなら勝ち目はありそうじゃな。もちろんよ。第一狙いはアルトリウス。それ以外はどうでもいいわ。アルトリウス様は弟の仇。さーて、ライフィゼット、目指す聖主の御座はどこにあるんだっけ？ローグレスの北、ダーナ街道を進んだ山の中。大魔師が剣門を守ってるなら精霊を奪えるかもしれない。仲間に剣門の様子を調べるよう、シルフもどきを飛ばしておいた。その情報をもとに襲撃計画を立てる。ゼクソン港あたりで合流できそうね。その予定だ。それにしてもシルフもどきは便利な鳥じゃのう。どこにいても届くし、いざとなれば非常食にもなるしな。シルフもどきの焼き鳥は神水のつまみに合う珍味だって聞いたことがある。あの鳥たちが使いとして飛んでくれるおかげで俺たちは清涼を出し抜くことができているんだ。あいつらは俺たち海賊団には欠かせない大切な乗組員だ。冗談でも食うなよ。はっはっは。だがどういう仕組みなんだ？伝書鳩は帰巣本能を利用して飛ばすもんだが、シルフもどきは旅先の相手にちゃんと届くだろう。シルフもどきはとても賢い鳥で、場所じゃなくて人の出す波長をいくつも覚えられるんだよ。飛ばす人が飛ばす時に念じた波長の違いを感じて相手を探して飛んでいくって本に書いてあった。あまり見かけない鳥よね。精霊の一種だったりするわけ？いや、精霊ではない。とある北方の島にだけ生息する珍しい鳥なんだ。嵐にあってその島に寄港した時に母鳥と卵が巣ごと俺たちの船に飛ばされてきた。だが母鳥は間もなく死んでしまってな。ベンウィックが母鳥の代わりに卵を返したんだ。だからあんなに懐いてるんだね。伝書鳥としてしつけるのは難しいのに。そういうことをさらりとやるのがベンウィックってやつなのさ。ベンウィックのくせ毛を見たひな鳥たちが親と勘違いしたんじゃないのかい？あいつの頭を巣にするほどの結びつきだ。あるいはそうかもしれん。そういえばついこの前、シルフもどきが卵を産んだから頭を叩くなと言ってたな。増えるなら試しに一つ食ってみないか？ダメだよ、ろくろ。やっぱりダメか。改めまして皆さん、精霊ビエフです。よろしくお願いしますね。ちなみに僕の精霊ランクは A です。ライフセット同じ A ランク同士仲良くしようですね。精霊ランク、僕も A ランクなんだ。不思議はない。見かけによらずなかなか力があるからな。アイゼン、お前も A ランクなんだろう？らしいな。だが精霊が俺たちを刺激するために決めた胸クソ悪い物差しに過ぎん。そういうものか。ごめん。いや、いい。ただ
自分の価値を他人の物差しに任せて喜ぶような男にはなるんじゃないぞ。うん、わかった。ビーン、僕の拠り所全否定でふか。海賊やゴムの言うことなど気にするでない。お主はわしにとって特別な英雄じゃよ。特別な英雄、感動でふ。マヒル姉さん、そんな優しい言葉をかけてくれる人になったんでふね。昔から変わらぬぞ。主が永久にわしのしもべであることはのう。そっちの永久でふか。そうばーっと、はあ、緊張感のないやつがまた増えたわね。大司祭様がお怪我をなされてしばらく療養されることになったそうよ。教会の人は大司祭様が離宮を片付けている時に棚の上から荷物が落ちてきたって言うんだけど、王宮に賊が入り込んで暴れたって噂もあって、それが本当なら一体誰が。いつも素晴らしいお話をしてくださってみんなとても尊敬していたのに。物騒な話ね。ええ、私は噂だと信じたいんだけど、子供たちが怖がってしまって。私は全然怖がってなんかないよ。嘘だ、お姉ちゃんが泣いてるの見たもん。僕は全然怖くなんかないよ。悪い賊が来たら僕がやっつけるんだ。その迫力なら悪い奴が逃げそうね。棚ぼとで大怪我とは抜かりのない情報操作じゃの。城で司祭が殺されたなんてことになったら誰もお上を信じなくなるからな。ややその怪しみなり、お前らあれだろう、忘れもしないローレスの入り口で鳩出したマミムメ奇術団だろ。マミムメではない、マギルー奇術団じゃ。なんじゃお主、あの場におったのかい。そうとも、ゼクソン校から来て検問でお前らを見て楽しみにしてたのに、いつまで経っても話を聞かない。でもここで会えたが100年目だ。明日にでもゼクソン校で講演してくれないかな。そっちの愛想のない姉ちゃんのからの魔法使いの姉ちゃんの鳩奇術。やってもいいが、わしらの出演料は高いぞ。金ならある。あれが見られるんならいくらだって出すぜ。断る。そこをなんとか。しつこい。なんだよ、釣れねえな。今回は縁がなかったと思って諦めるのじゃ。さもなくばお主がこの世から消える奇術をこの弟子がやりかねんぞ。いいじゃねえか、やってくれよ。弟子にやらせてもよいが、お主は消えたまま戻れぬぞ。それでもよいのか。マジマジじゃ。そしてわしらはマギルー奇術団じゃ。次の機会を待つがよい。業深き罪人よ、懺悔なさい。わしに言っとるのかい。そうです。どこから突っ込んでいいかわからないほど業深き者よ、罪を告白なさい。わかったわ。ずっと本当のことを言いたかった。でも勇気がなくて言えなかったの。きっとこれは
聖主様がくれた機会なのね。おお、そこまで聖主様を思って。違う、私が思っていたのはあなたよ。ずっとあなただけを見ていたの。私をですか。しかし私は聖主様に仕える身。いや、あなたも私だけを見て、そして抱きしめて。うわ、私はなどというこっつまらん恋愛小説を読んでしまったんじゃよ。どうしようもない無駄な時間を過ごしてしまったことを許したまえ。なんという罪作りな。おっと、罪を告白するつもりが罪な告白をしてしまったか。これも許しておくれ。許したくない。